ルイス・マニュエル・ペレス・ゴンサレスは、ドミニカ共和国、モンテ・クリスティ州、グアユビン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は FA。トロントブルージェイズ時代2003年に、トロントブルージェイズと契約。2008年11月に、ブルージェイズの40人枠に入った。2011年4月16日の、ボストン・レッドソックス戦で、メジャーデビュー。 2014年には、3月20日にマット・トゥイアソソー・ポー、メジャーロースター40人枠に入れるため、ブルージェイズから戦力外となり、東海内の措置として、自由契約が選択された。2014年3月29日に、アトランタ・ブレイブスとマイナー契約を結び、ルーキー級のドミニカン・サマーリーグに送られた。また、オフには、そのまま、ドミニカ共和国に残り、 トミニカンウィンターリーグにも参加している。2015年には1月30日にブルージェイズと再びマイナー契約を結んだがシーズン終了後に自由契約。その一方で11月開催の第1回 WBSC プレミア12にはトミニカ共和国代表として出場した。2015年12月24日に 東京ヤクルトスワローズと一年契約を結んだことが、球団から発表された。推定年俸は5400万円で、背番号は13。2016年12月2日に自由、契約公示された。2017年2月10日にクリーブランドインディアンスと、マイナー契約を結んだ。3月29日に放出された。2018年1月31日に、 メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約を結んだ。4月13日に放出された。平均92.6マイルパーアワーの速球が、前頭球の7割以上を占める。他には、スライダーとチェンジアップを投げる。マイナーリーグでは先発、メジャーリーグでは主に、ロングリリーフとして起用されている。ありがとうございます。